日本でも熱狂的なファンが多く、現在も新しいグレードが世に出続けているジープ・ラングラー。タフで圧倒的なオフロード性能を備えた頼もしい一台。今回は2008年式のラングラー・スポーツのご紹介です。長さ4185ミ、mm、リ。幅1880ミ、mm、リ。 高さ1 8 4 0ミリドアを開ける際は鍵を差し込んで左に回しドアハンドルのプッシュボタンを押して開けますブレーキを踏みながらステアリングの右奥に鍵を差し込みエンジンを始動します合わせてメーターやディスプレイが起動しますステアリングの左奥にはウィンカーや ハイビームを操作するレバー。ステアリングの右奥にあるレバーで車両前後のワイパー操作ができます。インパネ中央部にはエアコンがあります。3種類のダイヤルで設定します。横滑りなどを抑え、走行安定性を確保する機能のオフスイッチ。 その隣のスイッチでヘッドライトの高軸を調整できます。シフトレバーはセンターコンソール内にあります。シフトレバーの隣には2区と4区を切り替えるときに調整ができるレバー。路面の状況や走る場所に応じて切り替えることが可能です。その下にはサイドブレーキがあります。 助手席側のドアにはモニターがあります。ミラー下についているカメラの映像が映し出され、車両横の視界をサポートします。フロントのドアには小物が収納できるポケット。両サイドのドアについています。運転席と助手席の間にはカップホルダーが2つ。アームレストの蓋を開けると収納ボックスがあります。 助手席側にグローブボックスがあります。センターコンソールボックスの裏にはカップホルダーがあり、後席に座る人にも使いやすく工夫されています。天井とダッシュボードにスピーカーがあり、立体感のある音で音楽が楽しめます。続いてカーゴルームです。横開きのドアなので、 女性にも開けやすいです。ドアを開けると荷物が収納できるスペースがあります。床下には工具類があり、いざという時の応急処置ができます。カーゴルーム床下に隠された収納スペース。中身が見えないので、すっきりスマートに小物を収納できます。宝石中央にあるレバーを持ち上げて背もたれを倒し、 さらに、ストラップを手前に引っ張ると後席が跳ね上げられ、ラゲージルームが拡大します。運転席と助手席の上部には取っ手があり、乗り込むときに便利です。運転席横にあるリクライニングレバーで背もたれを倒し、前にスライドさせることで後席へ乗り込むことができます。 誕生以来、ジープのデザインアイデンティティである丸型ヘッドライト。高い位置から前方を明るく照らします。テールランプはフロントとは交代称な角張ったデザインが特徴的です。ここにもジープのキャラクターが現れています。伝統を受け継ぎ、 現代も愛され続けているラングラー。特別なテクニックがなくても、過酷な道も走破できてしまう最強の一台。もしもの時も、どんな道でも走れるのはとても心強い相棒になれること間違いなし。ラングラーを運転していると、どこでもどこへでも行けそうな冒険心が止まらなくなるでしょう。以上、ジープ。 ラングラーのご紹介でした。